種まきジャーナル今日の特集です。今日のテーマは放射性セシウム新規制値、新しい規制値となっていきます。食の安全は確保されるのかと題してお送りしたいと思います。今日はですね、お電話で環境問題に詳しいフリーライターの佐久間純子さんとお話をさせていただきます。佐久間さん、どうも初めまして。初めまして、こんばんは。水野と申します。よろしくお願いします。毎日新聞の平野と言います。よろしくお願いします。佐久間さんたちがお作りになった5本が私の手元にありましてね、はい、ありがとうございます。これはですね、食品の放射能汚染完全対策マニュアルと、偉い名前ですね。はい、こういうタイトルの本が必要だなんて、はい、去年の今頃は全く自分たちの中になかったですよね、平野さん。去年の今頃はそうですね。ねえ、はい、それがもうこれは具体的にお野菜、そしてお魚、はいはい、まあ、例えば貝割れはどれぐらい安心できるだろうか、レンコンはどれぐらいだろうか、シマアジはどれぐらいだろうか、あるいは車エビはどれぐらい安心できるだろうか、もう非常に具体的に200の品目について、はい、この数値として安心指数っていうのを出してはります。はいはい、もう本当にこれを見ながらお買い物したりとか、ね、食卓のご飯を考えたりっていう方もいはると思うんですけどね、はい、ここまで防備しなきゃいけないというふうに思われたのは、いつ頃どんな雰囲気でだったんですか？そうですね、もともとチェルノブイリの事故の時も私週刊誌の記者をしておりましたので、はい、その時からまあ、それ以前からですけども関心もありました。福島県生まれなものですから。福島県ご出身。そうなんです。はい、なのであの日3月15日には実家の父はガイガーカウンターを持ってたんですよね。で測っておりまして、実際に自分でどのぐらいの数値が自分のうちの周りを通過したかというのも自分で測ってたもんですから、それを電話も何も通じなくなってましたけど、メールだけ通じたもんですから、まあ、それの通過も分かったし、それからインターネットは東京、私は東京在住なので、東京のモニタリングポストで数値がどう動いてるかっていうのはみんなとやり取りをしながら、あ、家通り過ぎていったなというのを大雑把なとこですけれども感じながら、なので当分の間はちょっとこれは野菜はダメだなと、うん、で福島からいつも春先の美味しい野菜が届くんですけども、もう地震の日に今年は送れないねっていう話をして電話を切った記憶があります。じゃあ福島の農家の方々の思いって佐久間さんは本当に一番お分かりになるお一人かと思いますけど、元県民としてはそうですよね。消費者というよりも親戚が作ったり、うん、母の同級生が届けてくれたなんていうものを小分けに預かってたなので、あの人どうしてるかなって思いながらですね、うん、だから今自分が東京の八百屋さんに買いに行った時にも、はい、うん、これどこの県の名前を見てもどうしてる、どういう気持ちで出荷してるのかなっていうのはそういう気持ちにはなりますね。で一方で東京の小さい子供を持ってるお母さんたち の、はい、その心配の度合いっていうのも間近に見てるもんですから、まあ、確かにそれも心配だろうなと思いながら、そういった手がかりから、これはもう細かく子供、普通にお母さんがスーパーや八百屋で買うものは丁寧に消化した方がいいだろうということで、まあ、ちょっと大変だったんですけども、100品目の野菜と、それから水口先生が100品目の海産物をやってくださったので、これをセットにしたんですね。はい、その今までは暫定基準値というもの、数字で流通させるかどうかっていうのが判断されてましたけども、4月になったらこれが、まあ、新しく規制値として決まるんですよね。そうですね。でこれはだいぶ今までよりは厳しい数字になると。そうですよね。一般の食品だと5分の1ですし、乳製品なんかだと4分の1かな、まあまあかなっていうところではありますよね。今まではかなり高すぎたと
まあ、そうでもしないとということだったんでしょうけど、ね、なかなかね流通できなかったんでしょうが、逆に言うとあの、はい、500ベクレルがどっかで買っちゃうかもしれないと思ってる人にとっては買い物がのしようがなかったんですよね。今までは1キログラムあたり500ベクレルまでは、はい、未満のものは流通されているというのが一般食品でした、でこれがですね、はい、4月から100ベクレル、はいっていうふうに、まあ、5分の1のセシウムの量になるんです、はい、厳しくなるんです、はい、で、それは安全な食卓に即つながるのかどうなのかというところを伺いたいんですけど、どうですか。そうですね、医学的にどう出てくるかっていうところは私は素人ですから分かりませんけれども、はい、測る生産したところで測ってどうやって出してくるのかっていう手順を考えてみると、まあいくつかは全品検査してから出してくれてるわけじゃありませんよね、抜き取りですよね。そうですね、はい、出荷する例えば農産物であっても、こっちの畑の何畝目から何畝目までが今週の出荷と決まった時にやっぱ山の際と川のそばとっていうのではやっぱり違ったりするだろうと。濃度は違うでしょうね。そうですね、はい、それから結構出荷すお野菜を出荷する場所っていうのは土が入ってきますからホコリっぽいんだそうなんです。土ぼこりで、まあ、これがここにセシウムがあるだろうなというのも想像がされますしね、いろいろ心配なことはあります。そもそもね、はい、その測るっていう作業自体が大変面倒くさかったり、機械がそんなにあるのかっていう話も聞くんですけど、はい、どうですか。そうなんですよ。まず500ベクレルだったら相当言い方なんですかね、低レベルのものを測るようなセットにしなくても大丈夫なんですけれど、大雑把な機械って言いますかね、どっちかというと大体測れるもので500ベクレルという数字なら分かるものも多い、はい、ただ100ベクレルになってくると、うん、あっちの機械で測ったらば120だったけどこっちで測ったら180だったなんていうこともどうも起きてくるみたいなんですね。そうなるらしいですよね、機械によって、はい、じゃあ99なんだけどっていうものが一体大丈夫なのかどうかというのがわからないまま出てくるでしょうね、うん、それが積み重ねると怖いですよね、そこがわからない。それから全品検査していないからもしかすると150とか200っていうのがを、うん、まあ、うっかりというか気にせずに、うん、大丈夫だわと思って買ってみたら測ってみなくもし測ってみたらば200だったかもしれないっていうことも多分あるだろうなというつもりになってはいるんですけどね。でもね、平野さん、普通で考えたらね、はい、国がですよ、はい、500ベクレル100ベクレルにするって決めるんだったら、うん、じゃあどこにいても100ベクレルかどうかはせめて分かるような機会を、うんうん、国が用意する。そうですね。しないとそんな法律守れないと思いません、うんうん、検査機器がもともと足りないんでしょうね、これ。うん、それと検査の仕方もによっても随分出方が違うみたいなので、それだけの訓練を受けた人たちがちゃんと測ってくれるのかどうかもわからないです。訓練がいるぐらい難しいんですか。これ手間かかるんですよね。なんかすごく細かく食品を切って、はいはい、外貨カウンターのようにいかないんですよね、ボックスに入れて、ちょっと当てれば分かるという代物ではなくて、はい、かなりその測定のための容器の中にキツキツに入れてあげて、それで測らなきゃいけないと、そうしないと精度が出てこないんだということですね。私も去年この本を作るときに、2日間ほど泊まり込みで測定に立ち会ったんですけども、どうでした。まあ大変でしたね。はい、時間もかかるんですか。私がお願いした、我々がお願いしたところは3時間かけて測っていくんですよ。例えば、うん、私が今日夕ご飯に食べたものね、はい、親子丼ぶりと、小さいおうどんやったんですけどね、社員食堂のね、はい、例えばこれにどんだけ出てるかみたいなものって、はいはい、測ろうとしたらどれぐらいかかります。フードプロセッサーにまずかけて、もうみんなごちゃ混ぜにしたもの、均等になってないと測定器の方もキャッチしてくれないんで、そうやって一食分よりはできれば3人前ぐらいあった方がいいですよ、そんなに量がいるんですか。ね、全部で1キロあれば大丈夫だろうということにはなってます。結構大変ですね。
3時間もかかる。そうですね。 なので3時間測定器にかけて、はい、出てきた数値をデータ化したして、これを測定、それを分析する方に転送するんですけども、うん、それからその容器、測定器に入ってたものをどけて、また新しいものを詰めてって、それもかなり上手に詰めてってあげるのには手間かかりますね。まあ、上手、慣れてくると10分ぐらいで交換できるんですけど、うん、これをなるべく短時間、時間を詰めて効率的にやろうと思うと、夜通しあんまりちゃんと寝られなかったりっていうこともしました。うん、3時間かかったら朝ごはん食べて測ったらもう昼ごはんですよね、やっと測定したら。そうですね、そういうことにはなりますよね。いや、だから現実問題、どれだけ測定できるのか、ね、そう、やっぱり検査品目のこの偏りっていうのがやっぱり指摘されてますよね。例えば今10万あるうち6万近くはなんか牛肉に偏ってるとかいう、なんかそういう記事が先日出てましたけども、だからまんべんなくさまざまなこう品目にね、検査する体制になってないようですね。そうですね、うん、東京でも市民測定所のというようなところがいくつかはできて、そこに心配な食品を持ち込む人たちも多いんですけれどもね、